甲州湾、甲州湾、甲州湾、ジャヨージョベイは、中華人民共和国の三島半島の南側にある、公海に面した湾。古くは二川王と称し、甲州の管轄下にあったことから、甲州湾と呼ばれる。湾全域が三島省陳太尾市の市域内にある。陳太尾市の都心、市南区は、湾の入り口の東側にあり、 湾口の反対側には、神田を経済技術開発区のある、大島区がある。湾岸の市区は、湾の東側から半時計回りに、市南区、敷田区、理想区、常用区、神田尾流亭国際空港がある、甲州市、大島区となっている。甲州湾は、狭い入り口の奥に、広大な水面を有する。湾の大きさは、 南北3 2トル、東西2 5トルで、2006年時点の水域面積は353.92平方メートル。湾の海岸線の長さは2 2 0 0 2トル、湾の入り口、純古口の幅は約3000メートル。1928年の湾の面積は560平方キロメートル。 1988年時点で390平方キロメートルだった。改革開放以前からの埋め立てで湾の広さは年々狭くなっている。平均水深は7メートル、最大水深は64メートルで、水深5メートル未満の部分は、湾の面積の52.7%を、水深20メートル以上の部分は、面積の5.4%を占める。 甲州湾の北部は即住盆地になっており、湾の西北は山東半島北部の来州湾から南部の甲州湾にかけて広がる二河雷平原がある。二河雷平原の主要な河川である二河雷川は途中で二つに分かれ、それぞれ北の来州湾と南の甲州湾に流入する。甲州湾周辺の主な産地には同郷に 関わりの深い名山として知られる東野山と南部から西南部にかけて広がる小玉山がある。甲州湾に注ぐ主な河川は、大古が、里、村が、海泊川、白佐が、洋が、老山が、牧水川、小楽寺川、甲州路川などがある。ほとんどの河川は周囲の市街地や村落の工業や農業による排水や生活排で汚染されている。 河川の内大古川、二河雷川から分かれた分流である南二河、雷川が流れ込んでおり、二河雷川を通じて、雷州湾と内陸水路で結ばれている。断島と雪屋島を結ぶ線が航海と甲州湾の境界になっている。甲州湾は冬でも凍らない上に、水深も深い中国北部の領港の一つであり、中国有数の港湾である、 ちんたおが、湾港にある。鉄道は、湾北部と東部に、ちんたおしとしへ向かう、三河住み線と、三河住み旅客専用線が走り、湾西部に、三河わ線と、三河新線が走る。湾の北東部に、ちんた流亭国際空港がある。湾周辺の、主な高速道路には、ちんたおから北西へ、のびさ南市に向かう住屋を高速道路、ちんたおから、 湾北部を横断する鎮太湖甲州湾大橋を通って西へ伸びる西来高速道路、湾を取り巻く観光州湾高速道路、湾の西方を南北に走る同三高速道路がある。世界最長の水上橋、橋の長さ二十六点七キロメートル、海上部分二十五点九キロメートルである鎮太湖甲州湾大橋は二千十一年六月三十日に開通しており、同じ日に 湾口の両端を結ぶ海底トンネル、太汰甲州湾トンネル、長さ 9.47km、海底部分 3.95km も開通している。甲州湾は、現代に設置された、甲州の諸葛する地方にあった。1898年、新朝政府は、独清条約により、甲州湾の水面全体と湾の東南岸にある。 面積552平方キロメートルの土地、現在のチンタオ市都心部、ドイツ帝国に99年間の契約で咀嚼した。これが甲州湾咀嚼地であり、チンタオは植民地都市としてドイツ東洋艦隊の母校として開発された。第一次世界大戦が始まると、三島半島はドイツと日本との間の戦場になり、1914年10月31日からの 神桃の戦いの結果、11月7日に、甲州湾咀嚼地は日本軍が占領した。1922年12月10日に日本は中国政府に甲州湾を返還した三島寒部。甲州湾は三島半島でも面積最大の川口海湾型出地で、湿地層面積は約37平方キロメートルあり。 アジア太平洋地域の渡り鳥の重要な中継地、越冬地となっている。鳥類は12目26か156種が確認され、その中でも絶滅を危惧されている種が多く含まれている。長年の埋め立てにより、甲州湾の水域面積は次第に減少している。1928年には560平方キロメートルの広さがあったが、 1958年には535平方キロメートル。1971年には452平方キロメートル。1977年には423平方キロメートル。1986年には403平方キロメートル。1988年には390平方メートル。2001年には367平方キロメートル。 2003年には362平方キロメートル、2006年には353.92平方キロメートルとなった。甲州湾の周辺には工場が集積し、汚水の量も増大しており、甲州湾の汚染も日増しに激しくなっている。2000年7月には面積約10平方キロメートルに及ぶ大規模な赤潮が発生した。2002年の調査では、 比較的汚染が少ない国家に類海水水質標準を満たしたのは、大古川の河口のごく狭い水域のみで、その他の水域は二類海水水質標準を満たさない汚染された海域であった。埋め立てて、甲州湾の面積が縮小すると、潮流の量も減少し、調節機能が低下したことで海水の汚染は、より深刻になった。湿地面積もヘリ生態環境は破壊され、 1960年代の甲州湾川口付近の長官隊にいた生物種が54種だったものが70年代には33種に80年代には17種に減少した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。